はい、一応ですね、前回プライヤーを取りに行って負けたんで、一応重装を1回目倒すとこまで、進めて1個セーブしてきました。でですね、まあ、重装に1回負けたんですよ。さっきなんか強くて 出血してきたの忘れてね。で、負けてもなんていうの、ゲームオーバーにならずに篠原が来て、なんかその隙に逃げるみたいな展開になってたんで、まあ、逃げるルートもあるのかなと、思いましたね。丸。小学生並みの感想だな。ジェイソンの遺品。ここで、何の選択肢があったんだっけ？グールですかって聞かれて、ここで重装を負わないで様子を見ればいいんだろう。ずっと強いのは分かってる。一度出直そう。ああ。で、なきにはもう絶対勝てないから、あれ多分。これどうなんだ？これもう一回。なんかレベル上げてから来いみたいな感じなのかな。どうしようか。よそ見る。で、ここで重装って合うでしょ？合ってグルですかって聞かれた時に、グルですみたいな感じ言ったらどうなるんだろうね。重装追いました。グルです。実は僕はグルです。僕は何を言ってるんだ 自分で言って何言ってるの。絶対戦闘なんじゃん。いや、待てよ。そういう展開か。首に冷たい感覚が走った。サソリちゃんかな。赤い飛沫が上がる。彼の手には変わった形のナイフが握られている。サソリちゃんだな。殺さなきゃですね。あ、これ血か。僕首切られ、僕の口からは血の泡が噴き出す。呼吸ができない。なぜあんな軽はずみなことを言ってしまったのだろう。まあそうなるよね。鋳造ナイフが僕の胸元へ、喉元へ切り込み入れた。いや、これだと、確かこれ操作中ってするとさ、もう選択肢ないよね、これ。戦えないがあった。戦えない。戦えないです。そうですか、わかりました。アジトの中に入って僕はグールを駆逐します。凛太郎は探し物を手伝ってください。わかりました。まあそうなるわな。アジトの中に入り、アジトの入り口に、入り口の周りにローボ、どんだけ読み間違えて、集団がいた。8人くらいですかね。あれが大喜利の木。まあここは飛ばして OK かな。ここには脱走していきます。で、飛び込む。で、僕は行かなくていいのかな？相手はたった一人だ。やれ。ああ、さっき二人だったもんね。入り口を守っていたグルたちは、柔道さんの刃によって、まあこれ読めなかったやつだな。地面にはすっかり血の海が広がっている。倒れ伏せられているかな？どうしました？いえ、この人とはやれない方がいい。はい、ここまでの展開は同じ。で、二人で探すんだよね、拷問部屋を。拷問部屋に行ったらナキがいる。なんとか説得してプライヤーを。すごい匂いがする。多分これって重装も一緒にいるのかな。思わず吐きそうになるのを当ててこらえる。あ、いるわ。ここでジェイソンと会ったです。では何か見つけたら教えてください。わかりました。ナキ来んのかな。来たら面白いよね、重装とナキ。部屋を見て回っていると、隅で何かが鈍く輝いた。ここ見たな。で、ここでプライヤーを見つける。来るか、来るか。来たー 来たー、ナキ。いるよね、重蔵。助けてよ。お、いいぞ。重蔵いるわ。来た。重蔵とナキ会うシーンあったっけ？ないよね、原作にもまだ。金髪のオールバックの男とマスクをつけた2人の男。これ、いいね。うわ この絵面よ。このなんていう、無印東京グールでこの絵面が見れるのは多分ここだけだったよね。俺の記憶もう読んでないからさ、最近ずっともう無印東京グールでこの絵面が見れるのはここだけみたいな。 お前こそ誰ですか？ 何、意外な質問だなって。よく聞け。俺は青桐の木幹部の亡きだ。で、お前誰だ？亡き？鈴谷重蔵、三等捜査官です。
何、鳩か、まだ生き残りが嫌がったんだな。こいつが表の捜査官を襲撃したなき。ふふふ、ここは僕はやるですよ。凛太郎は下がっていてください。は、はい。ぶっ倒してやらー。どうなるんだろうね。すげえ音がしてるね。これ重造ズジェイソンかな。ぐ、やるじゃねえか、ちびっこ。なかなかですね。仕方ねえ、ここは一旦引くぜ。逃げるが負け。バカじゃないこいつ、本当に。どけ。う、亡きのカグネが僕の体を切り裂く。そのまま亡きは振り返らずに走り去っていった。これバレるんじゃねえの。おや、ずいぶん傷の治りが早いんですね、凛太郎くん。先ほど受けた傷はすでに修復が始まっていた。グルでしたか、うっかりですね。どうする。いや、もうこれ戦っても無理だわ。逃げよう。あ、逃げる。ふむ、うっかりしてましたね。プライヤーは持ったんだろうか。はあはあ、なんとか逃げられた。僕は手に持ったジェイソンのペンチと見つめ合う。どうしよう、これいいね。なんか前回とは違うルートが。お、どうした少年、暗い顔して。いえ、私のキスで元気にさせてあげよっか。おい、近づいてくんなよ。お前近いんだよ、離れろ。もういい加減観念しなさい。え、いや、ちょ、ニコさんが僕の体をまさぐる。あは、ちょっと本当に、もうウブねえ。って、あらやだ、何この硬い。ヤモリ、え、あなたこれどこで手に入れたの。11区の青桐の木のアジトです。はあ、なんでそんな場所。何か情報が得られるかと思って捜査官の後をつけていたら、そこにこのペンチが。どうかしたんですか。私の大事な人のものよ、リオ君。イトリの情報量私が肩代わりするわ。え、いいんですか。え、その代わりそのペンチを譲ってちょうだい。うん、自分にとっては必要のないものだ。僕はニコさんにジェイソン、ヤモリのペンチを渡した。ニコさんは受け取ったペンチを愛おしげに見つめる。おかえりヤモリ。イトリ、あの情報のツケを、あの情報のツケで払うわ。へい、毎度。あの情報、この二人も何かしらの情報のやり取りをしているのだろうか。僕には計り知れないことだったが、とにかくこれでジェイルの情報が手に入る。イトリさんエロいな。父でかすぎだろ。それで情報なんですけど。その話だけどさ、一人怪しいやつを見つけてね。本当ですか。まあまあ、そう焦るでないよ少年。これから教えるグールはエスレート級の強さを持ってるわ。接触の仕方を間違えたらどうなるか分かるよね。は、はい。それじゃあ説明するわ。あー出た。こうやって戦ったっけこいつ。記憶ないんだけど。グールの名前は金庫。君と同じコクリアの脱走種よ。コクリアの？君からもらった資料、途中までしかなかったから残りの分を探してみたの。これはすぐ見つかったんだけど、僕は必死で手に入れた情報をいとも簡単に。さすが情報屋ということなんだろうけど少し落ち込んだ。これ見たよね多分。うん、多分これ見たよね。お構いなさいよ。そういえば、あ、ちょっと忘れちゃった。これ R1 回押しただけでだいぶ飛ぶな。こんにちは、ひなみちゃん。あれ、こんにちは、リオさん。どうかしましたか。金木さんに会いに来たんだけど。あー、なるほどなるほど。これ操作しなきゃいけないのかな。じゃあね。いやいや、大丈夫だから、ちょっと探してみるね。これひなみちゃんに何回も会いに来たよね俺前回。ちょ、ここで一回ね、セーブしましょう。6人以上銃図を倒す前には5人セーブしてるんで。あー、これちょっとめんどくさいな。帰りを待つよ。まあまあまあ、まずひなみね、顔出して。これは一回やってやりとりだからもう全部飛ばしますね、こっから。行方を追って、で、バンジョーと会う。なんかこれ、一味とか三手がゲーセンに行ったとか、そういうあれじゃなかったかな。心配症。10日と。これクリアつけばいいんだよね。なんかクリアつくんだけどさ、多分クリアつけばいいんでしょう。帰りを待つ少女。月山。
これだんだん会話の内容は変わってるはず。どこで組んだっけ、金木。全然覚えてねえな。まだグールレストラン襲撃してないし。あ、これあれか、ゲーセンの下りか。お、これスキップできないってことは読んでないな。活字中毒者だからね。この僕を待たそう。全ての人があらゆる物事を体験実感できるわけではない。しかし自分の世界にだけこもっていれば知識の広がりはないね。本は時空や空間を超えた先人からのレッスン、未知の領域からの使者。これほど自らの情報と 知性かなを豊かにするものは、知性じゃねえな、豊かにないと、豊かにするものはないと実感しているよ。本がお好きなんですね。無論音楽、映画、あらゆるエンターテインメンツやエスペリエンスに興味を注いでいるよ。月山さんは変わっているけど知識は豊富なんだろうな。しかしこの僕をもってしても金木くんの読書量にはかなわないね。彼の知識の貪欲さには僕も驚きを隠せないよ。もう一度じっくりと本について語り合いたいのだが、まずは金木くんにゆったりとした時間をプレゼントしないとね。さて、我が主は一体どこをうろついているのやら。ほんとよく喋るな。お、これは強制的に。金木さん。こんばんは。いやー、リオくん、久しぶり。ジェイルの情報見つかめた。はい、実は。金庫か、聞いたことないな、ごめんね。これスキップできるよね。これも見た一回。まあ、あ、パキッつったな。今からレストラン襲撃かな。明日か。ロー、どんなグールなんだろう。兄さん、あ、これも見たね。で、ここ一体あれ、一回あれかな、ローと戦う流れかな。逃げようとしたところでこれ負けたんだっけ。負けたんだよ確か。まあこんな感じかな。出血はさせてこないでしょう。希望的観測最高。どんなもんなんだろう攻撃力。あ、強いわ。あー、これ勝てないパターン。いや、まあ一応抗うけどさ。リン、ビフリン、いやー、やばいなこれ、強いな。一応回復に徹したんだけどな今。ダメだわ、やっぱブレイクさせないときついっていう。まあここで終わらないからさ、多分終わらないよね。うん、金木は助けに来るだよね。で、消化していきたいな。金庫か、そうだな。ルチはしつこく残ってんだよな。どれもメインシナリオ。金庫倒すか。金庫行こう。行ってなかったよ確か。公園だ。いた、きっとあいつが金庫だ。あの、金庫さん、こいつこのまま歩いてんの。鎖ぐるぐる巻きの囚人服みたいな。そう、おで、金庫、お前誰だ。当たった。あの、僕はリオです、はじめまして。お前挨拶した、おで。あ、こいつ泣きよりバカかもしれない。でもまあ悪いやつではなさそう。コクリアから脱走したりしたようには見えない。あっちはないっぱい、おで行かなきゃ。は、どういうこと。ちょ、どっか行っちゃった。お、終わりなのか。終わりなのか。大学にて。まあ、これも見たやつだよね。一応消化して。ああ、これも見たね。ヘタレーか。ここら辺全部消化したんだっけな、前回は。錦と手合わせするやつだっけ？違うっけ？違うわ。ピックアップ。これも見たのかな。あ、見てるな。
花を添えて、一体誰に、あ、これあれだね、恥ずかしくないのかなのやつだよね。松木山ならそんなことも気にしないだろうっていう。茂みに咲く花を見つける。名前はよくわからないけどとても綺麗だ。これやったっけ？やってないよね。こんなくだりあった？あ、茂みに花が咲いている。名前はわからないけどとても綺麗だ。眺めよう。精一杯咲いているんだ。摘むのはかわいそうだな。僕はしばらく花を眺め、摘まなきゃって僕は花を眺めてその場を立ち去った。それだけかわいい。あ、スキル、輪行が、まあでもな、この確率上昇は回復つけてる限りあんまやんない方がいいんだよな。投下の、投下じゃないわ、対価の交換。まあどれにしようか。嘘はダメだ。錦さんから聞いた話、築山から聞いた情報、これも多分前回やったよね。あ、ローだ。やつがジェイルかどうか確かめなくては。勝てるのかな。勝てるのかな。リン、ビー、ウー、リン、ウだね。まあこれでいきましょう。さっき強かったもんな。負けるんじゃね。前回勝ったんだっけ俺これ。やつは結構広角リン、ビー、あ、弱いわ。余裕だわこれ多分。ウーリンリンで、攻撃力活性化。ウーでこの一撃に全てを。これ久しぶりに使ったな。久しぶりにそのフレーズを聞いたぞ。リリウリンで回復、敵をブレイクさせようね。あー、できなかった。ウでこの一撃に全てを。いいね、やっぱ攻撃スキルは使って楽しいよね。リン、ビ、ウー、リンで回復、終わりだ。よし、はい、夜になってる。あ、私としたが横乳がエロいなお前油断したわ、ふふ。はあはあ、なんとかローに勝つことができた。あとは彼女がジェイルかどうか木島に確認するだけだ。エロい。木島、この女はジェイルか。フロム R。 乳首立ってない乳首立ってない。これさ、多分画面見て左のさとこ、乳首立ってるよ。僕はローとの一連のやり取りを録画していたものを添付し木島にメールを打った。頼む。心臓が高鳴る。もし彼女がジェイルだったら。親愛なる R へ。グル退治ご苦労様。だがいくら腕を磨こうと君ではジェイルを倒すことはできない。わかるだろう、彼女はジェイルではない。また違った。言ってください。は？あとは金庫か。うえい、スキル入手、パッシブ、ステータス上昇、体力 20% 以下の時防御力大アップ。あ、これいいんじゃん。これめっちゃいいじゃん。 20%、 5分の1の時でしょ。結構でかいね。綺麗な花。あー、どうしよう、これかな。これしかないんだけど、花摘んだ方がいいのかな。花摘まない方がいいみたいなコメントもらったような気がするんだけど、前に一回ここでセーブしますか。6だね、上書きするのは。あー、ルチな、ルチ倒せんのかな。ルチ確か一発で俺を殺してきてなかったか。パッシブの方に、これね強いんだよ。敵のピースを破壊するたびに自身の体力が 1% 回復。結構俺これ見ながらやってたらな、まあこうそこそこ回復してるっていうに加えて、スキルと一緒にね回復させたらだいぶいいっていう。これ微小か、微小ならいいか。これ九死からの渇望、棒。これ棒ってことはこうもあんのかな。行くぞ。
ブレイク。一応回復を作ろう。あ、強っ強すぎて笑う強すぎて笑うわお前バカ野郎ありえねえ。花行くわ。月山さんじゃないけど、せっかくだし誰かにプレゼントしようかな。僕は花を摘んで持ち帰ることにした。綺麗に咲いてる花を摘んじゃったのか。金庫また出てきた。これ勝たなきゃ進めないで。正直いた金庫だ。うん、あのお前それお前ナッツンお前ナッツンだお前はナッツンだん、あ花っつんだか、お前はナッツンだやめろお前。まあそういうことなんだよ。自分から木に当たりに行ってるよ。いで俺の顔怪我してる。お前がやったのかこいつ本当にまあいいや倒そう。お前ダメ、おでがやる。ダメだ、完全に切れてる。戦うしかないのか。花摘んだせいだな。ともぐいを九死からの活動棒に変えて、わかんねえ未知数なんだけど。これ初めてだよねこいつ戦うの。お輪郭だ、かっこいい、かっこいい、かっこよくね。普通にかぐね、なんだこいつ、普通にかぐね、かっこよくて。リンリウリン、あーまあまあ勝てなくはないのかな。やべ、攻撃回復するの忘れた。まあ勝てなくはないのかな。ううで溜めて、この一撃に全てよ。余裕だな。えリンビーウーリンと、はいはいはい、まあ余裕っすね。これは多分スキル打たれたら分かんないけど、ううーリンリンで、攻撃力をアップ。あーやべえ、なんか全然ねえ。やべえ、次回復一応取るか。リンビーウーリンと回復で、なんか普通に俺の声だけ聞いてると、こいつ何のゲームやってんだって思うんだろうな。ううとかリンリンとかビービーとかやってさ、なんかその裏コマンドみたいな、 BBAA 上下横横みたいな、そういうグラセフチートコマンド打ってるみたいな感じ聞こえんだろうな。なんか落ちた花、ひょっとして金庫はこれを見て怒り狂った。お前はナッツンだ、お前花摘んだ、お前花摘んだ。金庫は花を摘まれたことに腹を立てて僕に襲いかかってきたんだ。金庫ごめん、花を摘んだことを怒っているんだよね。な、摘んだ、花はもう摘まないよ、悪かった。お前謝った、金庫もう怒らない。な、痛い痛い、お前それ分かった、だから許す。ありがとう金庫、こんな優しいグールが本当にジェイルなのだろうか。金庫、僕が君と戦ったのは君が僕が追っている悪いやつかもしれないからなんだ。お前悪いやつ追ってる？うん、でも金庫じゃないと思う。それを確認したいからちょっと待ってもらってもいいかな。分かった、俺悪いやつ違う。ありがとう。お、かっけえ。さっきの戦いの映像を添付して、これでよし。かっこいいな。そして彼がジェールかどうか木島に確認するメールを送った。木島、あれはジェールか、あ、彼はジェールか。フローム R。返事が来た。 R へ、脱獄者同士仲良く遊んでいるのか。だが私はそいつに用事はない。ジェイルの格ねではない。彼も違った。ありがとう金庫、やはり君は僕が思ってたグールと違ったみたいだ。そうか、おで行っていい？うん、うん、金庫でもローでもなかった。それじゃあ一体また振り出しなのか。攻撃力上昇回、いいね。つけたいけどつける枠がな。防御力下げてもいい。いや防御力下げるな。お、来た、九死からの活動。これ両方つけたいね。あ、でも 20% 以下にならなきゃ意味ないからな。
は、ここで出てくんのこいつ。もういいかーい。一体どうすれば。こいつここで出てくんの。待て、提案がある。よかろう、話してみろ。まあまだだよね。ホラーだな、公園にこいついたら。僕はジェイルじゃない。兄さんを解放してくれ、木島。その代わりこれまでのようにジェイルの可能性があるグールを探し続ける。ひひ、面白いことを言う。この私のジェイル探しに本気で協力するつもりなのか。ああ、そのためなら同族であるグールたちを売ってもいいと。ひひ、ふふふ、これは傑作だ。グールを売るグールか。面白い、実に面白いぞ。気に入ったよ。ひひひ。それで答えは。言い終わる前に木島のクインケが僕の足を、なんだ、かすめるか。僕はそれを紙一重でかわした。何を。どんなに探しても無駄足だからね。それなら足は必要ないだろう。どういう意味だ。リオ君、君は本当に気づいていないのか。A レートにすら満たない君が一体なぜこの短期間で他のジェイルと思われるグールを屈服させるほど強くなれたか。君は自分の正体に気づいているんじゃないのかね。何が言いたいんだ。グワこいつ結局何。あ、ヨモさん、この展開はなんか戦闘にならないのかと思ったらなんか戦闘になるっぽいから、あれ、おほ、いい蹴りだね。いやー、危ない危ない。また傷が増えるとこだったよ。捕まれ。え、戸惑っている僕をヨモさんは乱暴に背中に抱えた。おいおい、逃げるのかね。また助けられちゃったな、ヨモさんに。あ、僕、気がついたようだね、リオ君。無事でよかった。店長、気絶している君をヨモ君が運んでくれたんだ。本来ならベッドで寝かせてあげたかったんだが、あいにく先客で埋まっていてね。誰だ。ヨモさんが無言でカップを置く。入れたてのコーヒーからは香りのいい煙が立ち上っている。あ、ありがとうございます。別にいい。飲まないのか。あ、はい、いただきます。おいしい。そうか。そう言ってもさんの口の端は少し上がっていたような気がした。いつも助けてもらってすみません。いいんだよ、グール同士が助け合うのがアンテイクの方針だからね。一人でできることには限界がある。孤独を感じながら生きる者はやがて心を蝕まれる。そんな時、手を差し伸べてくれる者がそばにいればきっとたくさんの人が救われるだろう。うん、いいこと言うね、店長は。お、なんだこれ、家みたいにすんじゃねえよお前。その時僕は金木さんの顔が思い浮かんだ。いずれ消えてしまいそうなあの悲しい笑顔。彼は孤独を感じているのだろうか。彼の精神は暗く深い闇に蝕まれているのだろうか。もし誰かが彼に手を差し伸べられたのなら。結構違う展開になってきてるね。うわ、出た。リオ、表の看板クローズにしてきて。うん、わかった。君は自分の正体に気づいているんじゃないのかね。あの言葉。糸井さんのところに行ってみようかな。なんだそれなんで急に糸井さんなんだ。言うのかな、木島のこと、金庫のこと。糸井さん、こんにち。あれ、お、金木だ。リオ君、やれやれ、えらっきょうは面倒な。お、ここは見たから飛ばすか。うん、そうだな。あ、これあれかな、連れ去るのかな。どうもナースちゃん。あー、飛ばしますかね。ここ長いんでね、シャチ。まあ見てない方はね、ぜひ最初から見てください。一回やったとこなんでね、結構飛ばしてますけど。金木さんは、ああそうだね、これ負けて病んじゃってるんだね。落ち込んでるんだね、空気重い。ここなんだっけ、白黒だっけな。ああ、オッケーオッケーオッケー。うおー、このシーンか。よくムカデモテるな。まあグールだからムカデのあれも通らないと。情報入ったんですか。おー、いっぱ
ぱいあるね。ラボへの潜入稽古しようぜ。本屋さんに行きたいです。いっぱいあるな。これまた消化しないといけないのか。ということでね、次回はまたサブを消化しつつできたらメインを進めようと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。